よく来たね。プレゼントが届いてるよ。開けてみたらどう？あなたの選択は正しい。そう思ってる。君には何が見える？よく来たな、マルチ。任せる。誰も失うわけにはいかない。私はとどめを刺します。駆逐してやる。この世から一匹残らず。私はとどめを刺します。君には何が見える？よく来たな。戦いはいつまで続くんですかね。早く終わって美味しいものが食べたいですね。お前は人にはない力を持っている。俺を、仲間を、お前自身を後悔させるな。やったね。
足手まといにはならない。そんな、あの壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。壁に穴を開けられた。入ってくるぞ、巨人たちが入ってくる。あっちには家が、母さんが。ミカサ！もうダメなんだ。この町は、もう無数の巨人に占領される。家に当たってるわけがない。あの角を曲がればいつもの家が。母さん、母さん。エレン、ミカさん、そっちを待て。柱をどかすな。巨人が入ってきたんだろう。エレン、ミカサを連れて逃げなさい。早く。逃げたいよ俺は。早く出てくれよ。母さんの足は瓦礫に潰されて、ここから出られたとしても走れない。あるだろ。俺が担いで逃げるよ。どうしていつも母さんの言うことを聞かないの。最後から言うことを聞いてよ。ミカさん、やだやだ。このままじゃ三人とも。私を連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜ、カルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。おい、ハーネスさん、何やってんだよ。ありがとう。母さんがまだ。エレン、ミカさん、生き延びるのよ。行かないで。
その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。次は兵団施設のことを教えてやれか。エルヴィンのやつ、俺を便利屋か何かだと勘違いしてねえよな。どうもてめえへの指導という名目で俺に息抜きさせたいようだが、どうした？ここはどこかって顔してやがるな。ここは俺たちの待機場、通称アジトだ。ここには団員の連中が集まるはずなんだが、誰も来てねえな。倉庫みてえに暗いからかもしれねえ。とりあえず明かりをつけろ。多少はマシになったな。人を呼ぶには明かりが必要だ。覚えておけ。それにしてもしけた部屋だな。明るいと何もねえのがかえってよく目立つ。そうだな。まずは飯でも用意しろ。今回だけは俺が用意してやる。置く場所がいろいろあるな。パンは当然机の上だ。あとは腹を空かせた奴が匂いを嗅ぎつけてくるだろう。こいつか。まあ想像通りだな。食うもの食ったら帰りやがったか。何か置いていったな。お礼のつもりか。受け取ったお礼はいつでも確認できる。ここは俺たちの重要な拠点となる。大切に扱うんだな。プレゼントボックスに何か届いたみたいだ。
準備万端だ。どうした？ぼーっとして。頑張らなきゃ。プレゼントが届いてるよ。開けてみたらどう？任せる。よく来たな。悪くない。